カバ山信仰。カバ山信仰は、茨城県桜川市と石岡市の境に位置する、カバ山に対する山岳信仰で、山頂に、カバ山権現と総称される本宮、中宮の、親宮の三神社。かつては、それぞれが、宮寺一帯の院であったが、鎮座し、農耕や漁業等の制御をはじめ、火災等難避け、薬病避けの神徳を有すると関東一円にかけて、広く信仰される。 また、古来主原道における霊状ともされ、山中には、巨岩、紀岩、岩窟が、尾根沿いには、少子、石碑が散在し、うつつも信者による下記の河山禅城が行われる。河山は、足尾山と共に、筑波山を主法とする連邦を形成しており、河山に対する信仰は、筑波山へのそれとも深く関わり、信仰内容も、両山ほぼ共通しているが、 関東地方一帯にかけて、筑波山以上の広範な信仰権を有している。山頂に鎮座するカバ山権現は、国志見在社の西エ木神社に否定されているが、当初から三社であったのか、それとも三社に分かれたものであるのかは不明。近世には干渉する、別当寺院をことにする本宮、中宮の、親宮として、それぞれが異なった由緒を持つ宮寺一帯の、 形態とされていたが、明治の神仏分離によってそれぞれ神道潜一の神社として成立した。なお、現在、親宮は本宮の管理下にある。以上、カバ山の山頂及び山頂付近には三神社の本殿と拝殿がそれぞれ独立して鎮座し、祭礼も別々に行われており、麓にはそれぞれの里宮もあるが山頂付近や、 最六の桜川市壁町長岡には三神社、里宮が近接していることから、それぞれの社殿を間違えてしまう参拝者や登山者が多いという。この三神社は独立した存在であって、寺院時代にはそれぞれ本寺をことにし、寺寮を回っての総論を起こしたりもしていたが、信仰内容に目を向けると、それぞれが独自の信仰体系を持つわけではなく、 以下に見るようにほぼ共通するものとなっている。また、カバ山権現の三神社、寺院定律についてその起源は不明であるものの、熊野主源による、宮山信仰、熊野三山の影響も考えられ、または公述する、近世諸島まで、筑波山の一支法の地位に止まって、独自の信仰を確立し得なかったがために、これを統合する権威を持ち得なかったことに起因するとも、考えられている。 民衆信仰の性格を最もよく表出するのは、その信仰に基づいて営まれる各種儀礼であるので、カバさん信仰による主だった儀礼を通覧しつつその内容を伺ってみる。以上、各種儀礼を通じて表された信仰内容を見ると、カバさん内視はその心霊を山の神、作神,神と見る信仰、女災神と見る信仰。 カバ山を主限の霊場と見る信仰の三種に対別できる。また、山独部落では、女才心的性格も見られるものの作画み植山心的性格が顕著であるのに対し、山独から隔たった部落では、女才心的性格が濃厚となり、儀礼自体も前者は、大東高や、総登りを、主とし、後者は、全上高と三越と魚とに重きを置く等対象的で、 次に見る信仰権の点からも注目される。三角信仰全般を通して、信仰対象である三角を中心とした、同心円的な進行権を摘出し、そこから信仰の展開過程を把握しようとする信仰権理論があるが、これによると、三独周辺の第一次進行権、その外部に展開される第二次進行権、 さらにその外部に拡大された第三次信仰権と、信仰と信者の範囲は、次第に展開していくものであるとされる。この理論を、金見山信仰に適用すると、前説のごとく、作神、植産神的信仰を、主に女裁神的信仰も合わせ持つ、三独一体の第一次信仰権と、女才神信仰が濃厚であるとともに、カバ山を、主言の令状と捉える、 第2進行権とに分けることが可能となり、この進行権の地域差を時間差に置き換えた場合、当初は36一体で作上進行として発生したが、カバさんが雷雨を起こすものでもあったことから雷雨を制御する雷神としても観念されるようになり、それとともにカバさんを主権の霊場として開いた主元者が民衆の原生利益志向を満足させるべく火事機等、等を行うことで、 雷雨や嵐、さらには、薬病等を除く、女裁心的性格が強調され、第二次信仰圏へと信仰が広まったもので、あろうことが推測可能となる。山頂の河場山神社は、国志在者に当てられ、慶光天皇の時代に、日本穂高が祠を建てたのに始まるとも、古代に、茨城国像の書祖とされる、竹頃命の光栄である、三種ブレが祀ったものといい、 これに関して、カバ山が、茨城、真壁両軍の軍堺と目され、国像の採草氏が、山頂に祖先を祀ったものであろうとの説もある。また、日立国風土記によると、同国に足穂山という山あり、山中には、油桶け売り命、油おきめの御事という女神の岩屋があると、記されており、足穂山は、カバ山から、 足を山にかけての総称とされるので、山中の岩屈がその岩屋に相当し、そこで何らかの祭祀が行われていたために、カンバと呼ばれ、それがまって、は、カバとなったものであろうとも解かれるが、三神社、寺院が分立した事情を含め、古代、中世の遠隔については、不祥とするしかない。もっともカバ山は、早くから主験者による、山中塗装や岩屈にこもる、岩屋かご。 岩屋子盛りを行う、修験令状とされており、神乱暗殺を企て、後にその弟子となった、弁縁も、カバ山で修行した山伏、修験者であったという。カバ山は古代以来の名山、霊山たる、筑波山の一志法で壺、組を単位とする作画に、女性神的信仰による大登高の結成や、層登りといった儀礼も筑波山独一体に広く見られるため、 近世以前は地位も低く独自の信仰を展開するに至らなかったと思われるが近世特に江戸時代中期以降となると河山信仰として独自の展開を見せるようになるその理由として筑波山が江戸幕府の庇護を受けるようになって信仰を喧伝する主言者や組織的な信者の把握に努める必要がなくなったのに対し三神社寺院は経済的にも 一般民衆から寄せられる信仰に依存せざるを得ないが、ために山麓直下のみならず、周辺にまでも全条項を形成し、あるいは分娩を巡回させる通して、信者を増やしていく必要が生じ、かかる努力の結果が、以後の筑波山信仰以上に活発な信仰の展開となったもので、その際に大きな働きを成したのは、山千達と呼ばれる主言者であったとみられる。 カバ山がもっぱら修験の霊場とされていた時代には、禅山を表山、東山、裏山とに対別して、修験者のみが各種の修行を行っていたが、金世後期には悲しき、ゴス小森五女友が現れ、これら霊場を禅城城として整備体系化したとされる。五助は、カバ山の中高海山とも仰がれる人物で、7歳で、本宮に入山して修行し、無事 東約、医術を三本柱とする、カバサン参考流を編み出し、大塚九右衛門という漁師の道案内で山中の岩屈を回って、これらを霊場として整備したと伝えられている。多分に伝説化されてはいるが、文政2年、1819年に、彼の七回忌の追前供養費が建てられおり、また、五助と九右衛門が、完成3年、1791年に作成した、 全城城の位置を記す、カバサンエズも残されているので、その頃までに、ほぼ全城城各所の整備、体系化を果たし、カバサン信仰の不況に大きく貢献した人物で、あったことは確かと思われ、これ以降一般の民衆が全城城を巡拝する、行為を指して、全城と呼ぶようになった。ちなみに、全城城は俗に山中と里とに700、よそあると言われるが、 実際には山中に限られている。上紀五助が活躍していた頃にあたる文化八年、1811年、親宮別当遠教寺から、中宮の別当文樹院に対し、文樹院が、中宮の再建のための孔を結成する動きを、遠教寺の代理を称する者が妨害したことを、謝罪ており、そこから、文樹院が、中宮の再建のための孔を結成して、 肝人活動を展開していたことがわかる。また、文政元年、1818 18年に、親やぐると上尾端、飯田両村、県桜川市真壁町上、尾端と同市東、南飯田と間に、山中全城場の中で、親やぐるの所管するところには、同宮所属の山先達が案内をするとの取り決めが、なされており、これは、かば山全城場に、本宮、中宮の、 親やそれぞれが所管する場所があったために、それぞれの信者がどこを禅上するかを明確化するための取り決めであったと思われる。これらの動きを通じて判明するのは、このごろを契機として、各別党が山中を分割管理する体制を確認するとともに、れぞれの信仰区域をも確定化したであろうことで、その背景には、各別党が財源確保を主目的に山千脱を媒介とした。 積極的な布教活動を行い、各地に全条項が創生したという事情があったと思われる。また当時は、富士信仰や歌木信仰に代表される山岳東杯が増加したり、新宗教が勃興したり、俗山伏、山伏に習った修行に励みかじき等々も行う、一般人が増加したりと、全国的に民衆信仰の新たな展開を見せる時期でもあり、 カバ山における山先達の活動もこうした潮流の一環として捉えることが可能である。ともあれ、禅城上の成立が、それまで主言者の専有とされていた山中霊城を一般人に解放するものであり、禅城を志願する人々による禅城後攻結成が促され、その結果が上述第二次新興圏の形成であったろうことと、その時期は江戸時代の中高期、 19世紀初め頃であったろうこととが推測できる。なお最後に、カバ山信仰は、筑波山信仰と密な関係ではあるが、筑波山と異なり時の権力者、江戸幕府と緊密な結びつきを持つ存在ではなく、そうであったがゆえに、経済的基盤を求めた信仰権の広めに努めることとなり、それが、山独直下の部落のみならず、周辺部落における、 第二次新興権の形成をももたらすものとなったが、その反面、時の権力者と結びつかなかったがゆえに新興権は、第二次のそれに止めま、さらなる拡大を果たせなかったものとも思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。